やだ、サングラスぶっ潰れた。あのクソレーマ、ほんま。なんか声が困ってるけど。やだよ、マスクもびしょびしょやん。カメラ止めて。ちょっと顔洗ってくるわ。ほんまに危ない。何だよお前。今お前最低やなお前。綺麗になりましたね。メガネぶっ潰れたんで。ボディーソープで綺麗になりましたね。ボディーソープ顔面からかけられた。最低ですか。ゼラですね。もうメガネいいの？もうメガネだってはめられへんもん。しゃあないやろ。俺は止めたで。わかんない。なんでお前俺がお前こんなお前あれしてなあのぶっかけら頭やられてなんでこれすいませんどうぞ大丈夫ですお水があげてやられてほんまもう最悪です目めっちゃ痛いつらい大君知ってましたね僕がやられるのだってそこでしらっとカメラ回しとってそっちほんまもう何にされましたサングラスは潰れてももうサングラスやめようか次からもうこれ楽やわこの方がなんかけどマスクサングラスないだけでちょっと恥ずかしいな綺麗なセミまだセミ鳴いてんね9月やで今はあすげえなすげえあこれお土産屋さんやってエビ豆とかあるわ船寿司あゆ船寿司やでこんにちはちょ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 、ちゃうやんそれ百均のやつやほんまにもう嫌いやわなんなん帰ろうもう死んでるわ死んでへんわそれ百均やわしょうもない雑やわほんまなんかもうのどかに浸ってたら構えとかなあかんなこの島ではおきしまは絶景スポットのスポットの宝箱見晴らし広場でチームに初を入れてるおいおきしまおえこっち行こうここやったな言うてるやんあの蛇のこと多分言うてんやろなお前らほんまやめろってこんなとこ入っていったらあかんやろ絶景スポットどれよこれ階段上がっていけってこと、はい沖島展望台なあうわー綺麗ピーク時には129人の児童が学んでいたすごいな歯入ってるやんお前ら綺麗なこれほんまに絶景やねああ絶景空気がむっちゃくれもっとガチでドッキリしろよあすいません全然関係ないんでこっちの話なんですいませんすいません3人グループバーン振り向いたね今熱っおっちゃんも裸ですわわさび宝箱じゃなくて宝庫ね宝庫ね宝箱猫奥島は別名猫の島野良猫を見つけたら名前をつけてあげて得意やろはい得意ですえどこに猫おるんですかあほんまやおいチュンタチュンタこの子チュンタこの子チュンタチュンタあいつ今チュンタで止まったなチュンタ？いやー。猫の島、ほんま猫おったわ、ほんまやわ。なあ。うわ、見てこれ。すげえ、これエンジンついてんねやわ。いや、沖島でさ、なんかちょっとほんま企画せえへん。いや、めっちゃおもろないそれ。いやでも人集まってくれるやんか。大阪でやってもそんな集まってくれへんやん。誰やねんこいつみたいな。特別ゲスト誰？
特別ゲストなんかも俺やろお前、特別やろもう俺自体がお前。アーティスト呼びます？アーティスト俺がおるかなお前。何言ってんねんお前。こんにちは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 。何やってはるんですか？え、ここ掘りたてたけにね、肩に水やって。ああ、なるほど。ナスビですかあれ？え、ナスビです。ナスビ。夏ももう何にもあかんわね。ああ。こんだけ暑いとね。なるほど。やっぱり。きついだけ。沖島も暑いですか？え、暑いですか沖島？暑い。暑い。暑いよね。ね、え、うん。来てくれはったん。はい、あの大阪から。そうそう。大阪。大阪。正解、大阪。大阪。はい。お名前なんておっしゃるんですか？え？お名前なんておっしゃるんですか？私の。そうです。西。西井さん。はい。はじめまして、マサピーです。はい、マサピー、はい。はい。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。さよなら。こんにちは。ずっと沖島の方じゃないですよね。違いますね。3人グループバーン振り向いたら、ね、今。何しにまた来はったんですか？いや、観光ですね。あ、観光で。はい。猫、ね、見に行きます。猫あんまおらへんでしょ。いや、いないですね。猫島っていうのいたんですけど。なんか知ってました。女性2人がここの猫をかっさらってたんです。あ、そうなんだ。っていう噂らしいです。あ、そうでしょ。ニュースみたいなさ。そうなんですよ。頑張ってください。ありがとうございます。すいません。大丈夫大丈夫大丈夫です。すいません、ありがとうございます。手伝いましょうか？いやいや、手伝ってもうここ閉めて帰るんです。何植えてはるんですか？え、大根と人参とまやけん、かぶったらあれは。ほんもう自給自足で。いや、自給自足やから。自給自足。ここら、うん。あ、そうですか。生まれも育ちも。ほやほや、おきいすまん。あ、道っぽ熊が怖いとも思ってることいらへんし。え、車がな、はい、よそやったら車が怖いさけに。あ、そうですね。かぶってられへんけん。こういうことはないわ。ねえ。とってだったて、まあ、あいまにや。そうですね。これはもう、何かサロールや。何かサロール。ここら直れたりなったりしてはるんだ。材料を運ばれて。あ、車で。向こうから。あ、船で、うん、船でどっとこどっとこ、はい、はい、また上げてまた車で運ばれる。これトルコキキョウですか？いやいや、トルコキキョウのお花なのね。あ、綺麗ですね、トルコキキョウ。やっぱり言うたんや。いやいや、僕も手伝わせてください。手伝わせてください。はい、ありがとう。こちらこそ、ありがとうございます。気をつけて。はいはい、玉ねぎの本合わせの何の玉ねぎの種だよ。はあ、玉ねぎ。玉ねぎ。はあ、気をつけてください。極上の合わせを。極上。あ、これ食べた。はい。見に来たい。これキュウリの掘りまだなったらへん。まだ喋ってんのかじゃん。大丈夫か。うわ、すごい学校や。これ運動場なんやろな一応。尾上八幡市立沖島小学校。もう一回行こうか。尾上八幡市立沖島小学校。小学校。木造でね。いやでもすごいやん、ほら。全力だ、全力だ。俺、足だけはめっちゃ速い。もともと。すみません。競争しようか。競争しようか、大工。ね。競争しますよ。え、スタートやっぱこうかな、こういかなかのかな。よーい、スタート。めっちゃ早いろ、めっちゃ早いろ、めっちゃ早いろ。全校生、全校生徒諸君、おはようございます。校長としてのご挨拶をします。おはようございます。いつまで経っても走っておきたいという思いを込めて、全校生徒諸君の前で全力を出しました。トシコやて。これトシコさんだよ。トシコさん、トシコさん。休んで。
田舎の人数、千個の人数。走るんじゃなかった。そしたら腰痛いわ、走って。どうこうなったらこうなっていいんやろな。しまない。歩きたばこ等は絶対やめましょう。しまない。大丈夫、大丈夫。めっちゃ走ってる。今日は真夏の果実を歌いたいよな、ほんま。なんで真夏の果実。涙が愛の塊も行っちゃおうやろ。フェスでギスギス歌ってもらえんの。絶対お店お待ちはほとんどすんだよ。何だったよ、この子。今日はみんなにほんまお土産おごるわ。何買うお土産。お土産ここいいんじゃん。閉まってるわ。ああ、終わりだね。あ、6年も閉まってるわ。閉まんねえ、やっぱり。もうあと30分で入ることが多いもんな。よし、帰ろうぜ。走れてなかった。大根。あんたそこ掘ったら怖いわ。なんか企んでるでしょ。こんなもん企んでない。いや、悪い顔してんもん。もうなんもない。絶対悪い顔してる。蛇しかない。楽しかったです。僕はね、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ドゥ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 。